そのヒットね、うん、あの打たれてます一回。どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元火葬場職員の下田花尾です。ジャーナリストのリアルな話。ほう、はい、ゴンザレスさんじゃないんですよ。ゴンザレスさんじゃないの？ゴンザレスさんじゃないので、カオスさんでもないのよ。カオスさんでもないの？住みからカオスさんでもないんやけど、カオスさんも言ってるからな。最近ちょっと知り合った、うん、ある女性の方、うん、でね、その人ね今40とかやったかな。あの人やろ、あのイベントで来てくれた人じゃん、あの酒井。そう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 。じゃあ多分俺と同いや。あ、同い年。同いって言ってた。あ、ほんまに。うん、な40。え、同いやったらでも80。なんで?80 って、うん、まあ、こんな言い方したらあれやけど、うん、もう終わりやん。終わりじゃないよ。まだあるよ。まだある、まだある。いけるいける。80からでもいけるよ。80はもう十分生きたね。いや、そんなことない、そんなことない。いけるいける。全然いける。大丈夫。20年ぐらいいける。いけるいける。で、その人から聞いた話で、うん、まあ、これちょっと YouTube なんで、うん、今昨今でさ、こう、ちょっとわーってなってる国同士あるじゃないですか。うん、はいはいはい。で、その話とかはもう今回しないです。ほう。あの、YouTube の規約に、うん、あの、やらないって書いてあるのよ。へぇ。あの、めっちゃリアルな話あんねんけど。うん。あの P だけで言うわ。そうしよう。もう、うん、それはラジオで行こう。あ、そうやな。うん、あの首都にさ、うん、めっちゃあの転がってるって。なんやけど、うん、転がってないって。なんでなんやろ。いや、だから多分感情やで。市民感情っていうか。ああ、そうか。そうやね。こんな話な。これはラジオでやる。いや、ラジオさやな。ラジオはいいんだよ。いや、ちょっとスタンド FM は許すやろ。そうやな。まあ、とかいう話を、うん、まあ、あの聞いたんですよ。はいはい。で、お、すげえなって言って。うん、まあ、でも、本人曰く、まあ、最近のやつ、まあ、もちろんあれやけど、まあ、自分の過去の経験からしたら全然大丈夫っす、みたいな。ああ、そうなんや。うん、ことを言ってて、じゃあ、いろんな国のね、はい、いろんな話を僕聞いたんですよ。あ、いろんなところ行ってはるの？いろんなとこ行ってんねん。で、その人は、まあ、日本と韓国とイギリスと、うん、あとなんとかと、みたいな多国籍のジャーナリストチームに入ってるんですよ。へぇ、すごい人やな。で、そのチームの中でみんなで、まあ、行くっていう。うん、で、まあ、その女の人は、まあ、あの子供がやっぱりこうすごいこうグッてくるっていうか、なんとか子供を救いたいという気持ちもあって、世界のね、そう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 、はい、まあ、そういうとこ行って、うん、まあ、現実はこうですよみたいなとかを、うん、まあ、やってはる人なんですけれども、うん、どの国から行こうかな、うん、ほんま、あ、その人ね、うん、あの撃たれてます一回。一回撃たれてね、うん、それは、これは大丈夫かな。エジプトでなんかその、まあ、宗教的なね、うん、まあ、こう宗教のもう名前でも何も言わへんけど、うん、まあ、そのみんなでこうお祈りとかしてるところに、うん、まあ、無差別テロがね、来た。これ、まあ、ニュースになりましたわ。へ、その場におったんや。その場にいて、うん、で、あの狙われたわけじゃないんですって、うん、もう、 うわーっとみんなもう蜘蛛の巣みたいにブワーって逃げてる中で、流れ出まであのふくらはぎに命中したらしくて、うわ、撃たれてるってやばいな。で、それがこれよう言うけど、本当に、うん、本当に熱ってなるって。ああ、なんか効くな、うん、で、そのまあ弾入ってるんですよ、うん、これ貫通してないんですって。なんで貫通せえへんかというと、うん、あのふくらはぎ当たって、次あの骨ね、うわ、すねの骨に当たって、うわ、そこで止まってて、うわ、あれ貫通した方がええって言わへん。そうやね、あの入ってたらやばいんですよ。うん、で、しかも、まあ、国もさ、エジプトとかじゃないですか。うん、さ、日本の街中でよ、うん、やったらまだすぐ病院行って処置できるけど、そんなできないじゃないですか。お金の問題もあるし。だから、どうしたかって言ったら、自分で取ったらしいんですよ。乱暴やん。乱暴やん、あの人。しかも、取るのもやで。うん、その無理やん、これで取るのはさ。いや、だって結構奥やん、言うても。そう、無理やんか。どうしたかって言ったら、うん、シャーペン2本で取り出した。乱暴やん。怒りのアフガンやん。すごない、うん、お前年っすよ。まあ言うて、まあそれは年離れてるけどさ、うん、まあまあもうある意味中年ですよ、うん、女の人で。女の人やで、うん、言うても。いや、男、まあそこはもう。俺やったら泣き叫ぶ。うん、いや、泣き叫ぶよ。うん、で、どれぐらい痛かったっすかって、うん、骨折とどっちが痛いかまず教えてくださいって言ったら、うん、比べ物ならんって言ってた。め
っちゃ痛い。え、クラペモに骨折も相当痛いね。いやいや、と骨折も僕何回かしてるけど、足の足首折ったことあんね、うん、もうはいはいって言ってたで、ね、なるよ。え、折ったことある？あるある。俺手首折ったことある。はいってなった、うん、どんな感じだった？あの階段から、うん、なんかこう掴むとこ右だから、うん、あの10秒終わって、うん、そのままジャンプしてよ、うん、でそのままくるんっていって、うん、こうやってうわっやったら、うん、ピキっていって、うん、はいってなった。やっぱあの骨折ったらはいってなんねんな。そうそうそう、まあまあ、ギャーとかじゃないじゃないねんな。まあ声出えへん、まあ、そういう経験もしてたりとか、うん、これもね、うん、国言ってええんかな、ちょっとあの言ってええかどうかっていうのがいろいろあるんですけど、この辺みたいなんで言ったら、そうやな、うん、あのね、国交とかあるじゃないですか。国交、いわゆる国と国の関係とか、うん、はいはい、だからその関係性を保つために、うん、逆に言うたらあかんのもあんねん。ああ、なんかあるやん、そのか市民感、うん、なんか国民感情的にさ、はいはい、一つの事件があったらそれフューチャーされて、うん、別に国と国するのは仲悪くないのに、それによってこうギスギスするとかがあるから、やっぱこうなかなか言えないところもあるって言っても、うん、あ、これはでも言ってええわ、もうええわ、うん、ソマリア。ソマリアってなんかもう北斗の拳みたいな世界に聞くで。ソマリアはな、まあで海賊とかも有名じゃないですか、うん、でまあ治安も悪いし、うん、まあ、その治安の悪いのはやっぱその貧しさもやっぱりもちろんあるんやけれども、うん、その国に まあまず行きます。そしたら速攻でまず護衛を雇うんやて、うん、速攻で、うん、でしかも20人多ない？え、僕も思ったんですよ、うん、え、20人もって言ったら、あ、いや、あの相手もそれぐらいで来るんで、あ、そうなんですよ、まさに北斗の拳。いや、そうやろ、あのもう軍隊で来るから、こっちも軍隊持っとかんの無理っていう。でまあそ あの服とかね、なんか食べ物とかを、うん、まあ、基本的には子供がいるところになんか行くらしいんですけど、うん、で、まあ、それで護衛をね、でちょっと値段は教えてくれなかったですけど、うん、あのちょっと失敗したんですよねと、うん、あのちょっと多かったんすって言ってて。え、何が？護衛を雇うお金が。あ、多く渡してしまった。そう、あの、うん、一応ね、まあいくらっていうのがあって、その半分を先に手付金で渡す、うん、で全部終わったらまた半分みんな渡すよっていう、うん、その方法だったらしいんですけど、うん、その最初の半分の手付金自体が、まあ、ちょっと多かったっすねっていうのが反省ですねって言ってて、うん、何かというと、うん、まあ、20人ぐらいおるから、うん、同行するのもですね、そのトラック何台とか3台とかでブワーって行くんですって、はい、もうずっとその状態だったんですね。でそれ何日か続いて、うん、ふんって見たら、あのトラックが1台消えてんねんて、うん、え、トラック減ってんなみたいな、あれと思いながら、まあでもそのままあの取材とか、うん、写真撮ったりとかいろんなとこにバーって行ってやったら、うん、そしたらトラックが1台になってんねん。また減ったっていうこと、うん、いや、これ減ってるよなってなったらしくて、うん、だから要は最初の、まあ、言ってるお金の半分を渡したんやけど、うん、それで十分やったんですよ。あ、そういうことなんやね。そういうことやね。で日に日に護衛が減っていったらしい。日に日に、あ、半分でも十分やっていうことで、うん、そう。だからこれね、あの、むずいな。いや、これだからそこの国の人らはやで、うん、もう全部が全部そうとは言わへんけども、その人曰く、うん、まあ確かにそうやなと思うんですけど、今生きたかどうかなんですよ、うん、だからその1年後とか10年後とか考えてないから、うん、だから あこんだけあったら1週間生きるやん、1ヶ月生きるやん、うん、って言って、それでええねん、うん、でその倍とかイライラみたいな、もうこんだけでいけるからみたいな、やっぱそういう考え方になりがちみたいで、まあ、だからちょっと渡しすぎたなって言って最終的に一人やったらしい、うん、でもさ、そいつよう、そうですよね、その残ったやつ、うん、めっちゃええやつやなと思ったんやけど、うん、まあでも分からんねん、これ、あの要は、うん、実は夜な夜なみんなじゃんけんしてたんちゃうって、僕の予想で、ああ、なるほどなるほど、一抜けとか言って、うん、さ、だからめっちゃじゃんけん弱いやつやったかもしれんさ、分からへんけど、バレるから、で最後までおったらでもあのもらえるから、まあ、でまた多分みんなで分けんじゃん残りの半分なみたいな、多分そういう感じやと思うんだけど、うん、でその時に背中燃やされましたって言ってた。いやいや、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。だからその護衛一人やから、うん、もうあの背中燃やされたってどういうこと、え、それどういうこと、誰に、え、そうやねん、え、何すか何すかって言ったら、その服、うんうん、気がついたらブワーって火ついてて、誰が、いや、分からんって言った。ひどいこいつ。しかも、え、それなんでなんすかって聞いて、うん、いや、分からんって。だから多分、その黄色人種の自分がいたのが珍しかったんじゃないですかねって。でも、ほんまにそんなテンションやと思うね。で、しかも、その時に、うん、あのね、死刑を見たって言ってて。あの、私の刑の方な。
あの要はそこの地域の人らがみんなの判断で刑を与えるってやつを見てしまったらしくて、うん、でそれがあの男の人が、うん、現地のねで女の人を襲って、うん、っていうことをしてしまった男の人、はいはい、でみんなで裁きを裁きをっていうのであのここまでまず生まれてるんで、うん、であの棒でみんなでめった打ちしてたし頭を日本でよかった。そしたらあのちょっと出んねんで出てんねんで、でもあのなんかでも意識あったんすよねってのがなんかすごい僕うわっと思ったんやけど、うん、出てるけどみたいな死んなくなってはないなくなってない、ね、でその後その周りになんかな爆弾が仕掛けられてんで、でまだやるんでそれで最後爆破って言うさ、えじゃあでもそれやったらこれねほんま僕言いたいんやけどそれやったら最初っから爆破でええやん最初っからで、いやまあだから見せしめもあるし、いやまあまあそうなんやろうけどもう一気にじゃなくて、うん、まあ罰なんやな、まあまあそういうことでしょうね。でまあそういう、まあ、話とか、うわあとなすごいなクレイジージャーニーいけんじゃんその人、いやまあまあまあだからあの表に出えへんタイプのほんまのジャーナリストっすよね、言われへんこといっぱいあるじゃね。とある国で拘束されたことがあるって言って、うん、しかもスパイ容疑で、あそうなんや、で1週間、うん、あの拘束されてて、いわばそのパスポートの情報とか、うん、パスポートにはどこの国に行ったとか書いてるじゃないですか、でジャーナリストやからいろんな国行ってんですよ、うん、そしたらその国からしたらえっていう国もいっぱい行ってんね、うんうん、だからお前スパイちゃうんかっていうことで、うん、あの拘束されて、で、まあ、牢屋にぶち込まれ、うん、で隣にそのまた違う外国人の男の人おったんですけど、うん、同じようにボッコボコにされましたって言ってた、あの男女関係ないってもう同じって言ったで他にもね、うん、なんか本当もいろんな話聞いてるんですけど、はいはい、これパキスタンって言ってたかな、うん、なんか露店の、うん、なんかジュース売ってるみたいなのがあって、で、うん、スイカジュースやってんて、うん、で「あおいしそう」って言って、うん、それ買って、うん、まあ、すごの飲んでたらしいんですけど、うん、すげえなと思うけど、なんか国によってはさ露店きついやん、いやそうです、だから慣れてはるんやろ、そう多分慣れてんやと思うね、うん、で飲んでたらあのねスイカの種がめっちゃ入ってんねんて、うん、でめっちゃ入ってるやんって飲みにくいなと思って飲みながらあれと思って見たらあの全部ハエやったって言った、ハエ入りハエ抜いてくださいって言ってたで。でこれもねちょっと国名も言えないですけど、うん、あのもう絶対行ったらやばいっていう国ね、で、うん、絶対行ったらもうやばいってっていうその集団がいる国なんですけど、集団が、まあ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 、でそこの国、うん、あの入ることすら難しいみたいな、うん、ところで僕もう本当もうあのすごい前の話なんですけど、うん、隣の国から荷物で入ったって言ったで、荷物が入った、荷物で入って、すげえでそのなんか大きいコンテナかなんか分からんけど、うん、そこはこう入っていいがやん、まあ、段ボールみたいな感じで入って、うん、だからすあのこれちょっともうあれやけど、うん、その送料がだから運び屋の人もそれで一生暮らせんじゃん、あ国、うん、そういうまあね、うんうんうん、それはそれでどうなんて僕思うけどな、うん、あの要はその闇のお金になって持ってるやん、うん、なんかある意味とは思うんやけど、うん、まあ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 それは置いといて、でそういう、まあ、それで国に潜入して、うん、で取材するんですって、うん、あの何のために戦ったんですかって聞きに行くんで、うん、でえそれってと、まあ、僕その国名とか聞いてるから、あのいやそれめちゃくちゃ銃向けられたりしませんって僕聞いたんですよ、うん、でそしたら「あの銃向けられるっていうかめっちゃ普通に」って言ってて、えだから近づいた瞬間にまずこう来るんですよ、あまず警戒してるし、そう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 、でそれどうするんですかって聞いたら、うん、その銃のさ、まあ、穴あるやん、うん、あそこに指突っ込むんで、え指突っ込んだ状態で、うん、今どんな感じですかって聞くって言ってて、えどういう、それなぜかって言ったら指突っ込むじゃないですか、うん、そしたらあのあれって弾がさ爆発してで飛ぶわけやんか、うん、でここ突っ込むことによって暴発すんねんて、うん、へだから撃つ人も危ななるから撃たれへんくらんねんて、なるほど、どっちも怪我する、そうどっちも怪我する、だから、うん、指ガン突っ込んで今どんな感じですかって聞くって言って
いかついかつすぎへん。でもそれはもう全く意味なかったって言ってたな、うん、その人が聞いたら、うん、ずっと宗教の話しかせえへんって。そういう国なんですけど、うん、だからもう全然話が通じへんって言ってた。よう俺らのイベント来たな。ステージ上がってください。僕らのイベント来てもそんな大した話じゃないんちゃう、うん、この話に比べたら、うん、と思いますけどね、で、まあ、ここまで聞いて、まあ、僕もね逆にジャーナリストのジャーナリズム精神で、うん、まあ、これは聞いたろうと思って、で今からものすごい要はこう意地悪というか答えにくいようなことをちょっと僕言いますでも、うん、正直言って言ったれ言って、例えば、うん、その子供を救いたいと言っていると、うん、でもその子供たちって後に例えばソマリアで見たような、うん、大人たちってやったりとか、まあ、この国でいうところの、うん、もう少年兵とかいるわけですから、はいはい、そういう風になりますよねって、うん、それはどう思いますって聞いたんですよ、うん、例えばじゃあ少年兵が銃を向けてきたらどうしますかと、うん、で実はその人も銃の訓練を受けてるんですよ、うん、一応ある国に行ってみんなで銃の訓練を受けて、で行けるところではちゃんと銃携帯してるんですけど、うん、だその場合どうしますって言ったら、いや本当に、うん、私平和ボケですと、うん、撃てないですって言ってて、これなら吹かない、うん、なんかちょっとなんか正直に言ってくれたから、うん、素敵な人やなと思って、うん、なんかそこでなんかいやいやとか言ってたあれやんけど、うん、正直私は撃てませんってなんかこう言ったのが、うん、だから自分のやってることは本当にもうただのなんか平和ボケですって、あ、うん、まあ、自分で言ってましたわ。それはなぜかというと、もう本当に無理っていうのをやっぱ見てるからやと思うんですよね、うん、本当に無理な状態っていうそういう地域とかを見てるから、うん、なんかそういうふうに思うんかなって。ちょっと残酷ですね、うん、世界は。あ、すごい残酷ですよね。でもあともう一個、そのさっき言った住倉カオスさんね、うん、カオスさんがその、まあ、ジャーナリストというかそういうところに行っての話聞いて、うんうん、すげえおもろかったから、話していいですかこれ言ったら、あ、いいっすよって言ってくれたからちょっと言いたいんやけど、うん、ある村に行って、うん、でその時まあ子供になんかお菓子とかをもう大量に買って、うん、で子供にまあ配ってあげようみたいなんで、うん、トラックでバーって行って、うん、で行ったんやけど全然いないんですって子供が、うんうん、でおらんなー言うて、でまあその家にねちょっと入ったりとか、うん、どうもこんにちはみたいな感じで行ったら一、うん、人子供がいたんですって、うん、おったから、あ、いるなと思ってその駄菓子あげて、うん、でそしたらもうすっごい喜んで、うん、まあ、でももう他はおらへんし、ほなもう帰りましょう言うて、まあ、写真とかもなんか撮ったんでしょうね、うん、で、カオスさんトラックの後ろ荷台乗って、でもうブルーンって帰ろうとしたら、うん、子供がどこからともなくこうわら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 ってこう来たんですよ。いっぱい。そう、まあ、だから最初だから警戒してたから出てきてなかったわけで、うん、まあ、でも一人もらったから噂が広まってブワー来たんですよ、うん、でそのトラック、まあ、こうウィーンって動きながら子供たちがこうブワーって走っていくんですよ。ブワーって、うん、ブワー来たから、あっと思って、じゃあその大量に用意してたお菓子をこうやってバサーって、うんうん、あげた、でこうバサーって言って、でまたこうバサーバサーヒュンってなんか通ったんですって。ほう、なんかが、うん、なんかがヒュンって通って、うん、うん、と思って、え、何何何ってパッて下見たら、トラックの下で子供がナタ持ってこうやってカオスさんのこうやったところの手をこう切ろうとしてて、なんで、多分やけど、多分腕時計って言ってたって。いやいやいや、マジか。、うん、全然だね。めっちゃこうで、確かに走ってくる子供見たらみんな笑ってなかったって言ってた。いい、まあ、これどこの国とか言わへんけど、まあ、カオスさんが言うんやったらそれはあれですけど、まあ、言ってみましょうもんね。なんかカオスさんも銃、あ、そう、あれ AK 持ってましたね、うんうん、まあ、っていうような、ああ、ちょっとジャーナリストの人から聞いた話ですわ。すごいな、うん、世界はもうなんか心にこうへん。いやー、そうやな、うん、見た感じそんな風に見えへんやんか、あの人も。おめちゃくちゃ普通の綺麗なお姉さんでしょ、うん、全然ふくらはぎ骨で止まってたってやばない。もうスネをさトンカチで叩かれた、もうそれどころじゃないで。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。